Run, run, run. Run, run, run. はい、皆さんこんにちは、ゆうきです。今回は自宅周辺から実家までの約50キロお届けします。名付けて実家50キロということで、自分もですね、旅ランというか観光しながら長い距離を走って目的地までたどり着くというのを少しずつやっていて、前回は江ノ島まで、自宅周辺から江ノ島まで25キロ約走ったんですけれども、もうその勢いで実家までですね50キロやってみようということで、今回は実家50キロ挑戦します。でちょうどですね、両親にあげたいアルバム等々があるので、それもバッグに入れて、あとお水としっかり準備して、走りたいと思います。はい、で結構日差し強く気温も30度前後あるので、かなり暑いかと思うので、そこはちょっと自己判断で、きつくなったらもう最悪電車使うなり、あとは水分、しっかり補給したりとしながらゆっくり向かいたいと思います。で事前にですね Google マップ等で、走るところは大体つかめているので、それに沿って走っていきたいと思います。途中何回か休憩挟んだりとか、歩いたりとかですね、主に乾燥目的で走りたいと思います。で結構この暑さなので、無理せずしっかりと水分補給とって行っていきたいと思います。で今日のウェアですね、今日のウェアはキャップがノースフェイス、前回の江ノ島同様グダーのサングラス、それからトップスはノースフェイス、それからパンツはナイキですね、でシューズはホカと、サロモン、です。でインナーはサックスですね。ちょっと長時間走ることを考えて、よりこう擦れないような、ボールパックと呼ばれる、ちゃんと保護してくれる、なんか擦れないような設計になっているインナー等々ですね、なるべくストレスなく、それから擦れとか、快適に走れるようなウェアをチョイスしてます。はい、でトップスのインナーにはいつもですね着用しているノースフェイスのハンドレッドタンク、こちらもかなり汗かいても、じとじとベタベタしない、それからくっつかないような、いい素材のインナーがあるので、それを着用してます。はい、ですので今日はですねフル装備で万全で50キロなんとか完走したいと思います。では少しずつゆっくりですね、歩きながらスタートしたいと思います。ぜひ最後まで完走できたかご視聴よろしくお願いします。では行ってきましょう。あまりにも暑すぎるので、少し歩いたり走ったり、ちょっと交互に休み休み走りたいと思います。結構大きい道路っていうこともあって、本当日陰もやっぱなかなかなく、細かなアップダウンが続いていくので、なかなか日差しが強くてきついんですけど、風がある分、歩いたりすると少し落ち着いて過ごせるかなと思います。はい、なのでちょっと歩いたり走ったりしながら距離をだんだん縮めていこうと思います。ではよいしょ、神奈川県横浜市に入りました。よいしょ、やばい、全然コンビニ見つからん、めちゃくちゃ遠い、次のコンビニあったら休憩しようと思います。
thing about love is you never really know when it's coming, but you better believe you'll know when it's there. True story. I must have been searching, though I wasn't looking for much. Checking out the scene, wasn't trying to get my numbers up. You know I keep it cool, I prefer to stay in the cut. Don't want no attention on me when I'm trying to shake the blues. 浜川来ました。約20キロちょっと、ようやく神奈川から東京へ入りたいと思います。結構10キロ過ぎあたりから休憩し終わった後からは、まあ、いい感じに体も動いて暑さにも慣れて走れたんですけど、やっぱなかなか暑さと細かいアップダウンで、まあ、歩いたりとか走ったりとか、けどようやく一つ多摩川まで来たので、あとは 5,6 キロ走れば10キロ以内で渋谷で、そこから東京の中を駆け巡っていくので、よし、もうちょっと次のコンビニぐらいでちょっと休み取って、軽い補給食取って、休みながら行こうと思います。ちょっと足の方は来てますけど、まあ、呼吸とか暑さには慣れてるので、はい、そこら辺は大丈夫かな。よいしょ。You never know when it's coming, but you sure know it when it does. Yeah, one thing I know about love, you might get what you ask for, so you better be sure it's what you want. Oh.では寄り道して国立競技場まで来ました。ここまでで約35キロ、ちょっといろいろ球場とか寄り道したので、もう少し距離は長くなるかなと思うんですけど、残り15キロから20キロぐらいまだまだ走りたいと思います。はい、では今外苑を抜けて四ツ谷駅、それから東京ドームの方に向けて、走り始めてます。まだまだ体力的には大丈夫です。ではついに地元の足立まで来ました。もうちょっと、あともうちょっと。はい、めちゃくちゃ逆光ですが、やっとあと3キロちょっとぐらいのところまで来ました。いつも
実家にいるときは練習しに来てた荒川、ここまで来てあと3キロちょっと、はい、だいぶやられた。後半になってちょっとエネルギー不足で、まあ、水分は結構取れてたんですけど、最後の最後エネルギー不足でちょっとペースダウン、まあ、あとはちょこちょこ、はい、なんとか無事にゴールできればと。ただ足痛くなったりとか、何か水ぶくれとかどっか擦れていたりとか、そういうのがなかったので、本当にまあ歩きながら、それから途中走りながら走れたので、なんとかゴールまで無事に走り歩き抜けることを、行きます。はい、ということでなんとか日課まで着きました。ここからもう歩いて数十秒ということでもうゴールしました。結局朝9時前に出て、今多分5時近く、もう途中でアップルウォッチが充電切れちゃったので時間と距離とか分からなくなってしまったんですけど、もう多分55とか50キロは確実に超えてきたかなと思います。もう歩きながら、なんとか走りながら無事に完走できました。ありがとうございます。最後は勝利のコカ・コーラで、最初のこのコース等を振り返ると、もう本当最初の10キロ、20キロぐらいまでは本当日陰なく、照り返しかなり強くて、もううわこれ多分途中で終わっちゃうかなと思ったんですけど、渋谷に近づくにつれてだんだん日陰の場所も多かったりとか、信号も多いところで、なんとか渋谷までで約30キロ、そこからはちょっとマップ見ないと分かりづらかったので、ちょくちょくマップ見ながら歩きながら、それから表参道とか、まあ、渋谷とか、あとは後楽園とか、まあ、それぞれちょっとなんか撮影できそうなところがあったので、まあ、そこを撮影しつつ、まあ、休憩こまめに取りつつ無事に走り切りました。まあ、歩いたりとか、走ったり、まあ、交互にしてたので、まあ、足の負担はあるんですけど、スピードも5分半から6分ぐらい6分ぐらいかな6分半か6分半から7分近くだったので、そんなにこう足の負担もめちゃくちゃあるってわけでもなかったので、はい、なんとか走り切りました。本当足の豆とか、それから擦れて痛いみたいなところはなく、はい、無事にですね走り切りました。で、すごいシューズでいいなと思ったのは、他の、クリフォンというシューズなんですけれども、かかとがすごいせり出しているので、歩いた時にかかとからついてこう前に押し出してくれるんですね。なので本当に歩いてる時もグンって進むイメージもあったし、あとは軽いのと、まあ、そんなにこうふかふかしてないというか、まあ、クッション性もあるんですけど、いいところで反発もあるのでスピードも出やすく、とても良かったです。これ結構長距離歩く方とかにはいいのかなと思いました。変に重すぎないので軽さもあり、それからかかとのせり出しでアシストしてくれるので非常に良かったです。あとはもう日差し特にすごかったので、こういったグダーのサングラスとか帽子とかですね、もうフル装備で今日は臨みました。はい、あとは何といってもこのサロモンのバッグですね。もうボトル1リットル入って、しかも今日はこの両親にプレゼントするアルバム、これ何キロくらいかな、何キロもないか、500グラムぐらいなんですけど、これもしっかり入って、全然揺れず、密着すればするほど、まあ、重さも感じにくく揺れにくいので、このサロモンのバッグ本当に購入してよかったです。改めて
何か長距離走るとか、まあ、今後こういうのに挑戦したいよっていう方は、おけにですね、こういうバッグ、それからシューズとか、アイテムおすすめだよみたいなのもですね、ぜひお届けできたらと思います。はい、とっても楽しかったですね。自宅周辺から実家まで本当に程よい距離、100キロとかだったらさすがにちょっときついかなと思うんですけど、50キロとかだったらまあ休みの時使って、はい、来れるなっていうのと、まあ、この暑さの中、まあ、なんとか走れたのは今後ですね、なんかチャレンジする時の一つ自信にもなったかなと思います。はい、ということで今日はもうコーラから始まり、がっつり食べてしっかり休んで、動画編集してバンバンですね、皆さんによりランニングとか運動とか始める第一歩のお手伝いができればと思います。はい、ということで今回は自宅周辺から実家までの50キロ走ってみました。ぜひ動画が面白かった、応援したいという方はいいねボタン、それからコメントもよろしくお願いします。また SNS では普段のランニングのコーデ何着てるのかとかですね、ちょっとかっこよく載せてます。またその他 SNS もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いいたします。またですね、いろいろこうやって動画発信をしていて、いろんなお声掛けいただいて、いろんなウェアだったりとかをですね、こういうウェアがあるよなんていうのも発信してますので、ぜひ他の動画もご視聴ください。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。